ワクワクしているエンジェルス加入のレンフローが大谷翔平、トラウトとの共闘に意欲。彼らから学べるのは特別だ。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も大谷翔平のファンへ情報をご提供させていただきます。新加入の大砲が早くも世界的スタートの共闘を心待ちにしている。現地時間11月22日、ロサンゼルスエンジェルスは、 ミルウォーキー・ブリュワーズからメジャー通算157本塁打のハンター・レンフローを獲得したと発表。その交換相手としては、ジャンソン・ジャンク、エルビス・ペゲーロ、アダム・セミナリスの3選手がブリュワーズへ移籍することとなった。メジャー7年目の今季は、125試合に出場し、打率255、29本塁打、72打点、OPS807 を記録したレンフロー。 地元紙、ロズエンジェルスタイムズによると、現地日23日のオンライン会見に応じ、ワクワクしている。サンディエゴパドレスで長い間、南カリフォルニアにいたが、ここに戻って来られるなんて、かなりクールだと、現在の心境を語っている。主に右翼での起用が見込まれるレンフローだが、必要なら、一類種もやるし、二類種もやると、求められれば、どのポジションも守るつもりの様子。また、大谷翔平。 マイク・トラウトといった選手とプレーすることには早くも胸を膨らませているようで新天地で迎える2023年シーズンを次のように見据えた偉大なプレイヤーを毎日目の当たりにできるのはとてもエキサイティングなことだし彼らのような選手のプレーを見るのは相手側からしても楽しいだから彼らと同じフィールドに立ちどのような日々のルーティンを送っているか学べるのは とても特別なことなんだ。この他にも今、オフは、ロサンゼルスドジャースからタイラー・アンダーソン、ミネソタツインズからジオ・アシェラを獲得するなど、積極的な補強に動いているエンジェルス。2014年を最後に8年連続でプレイオフ進出を逃しているが、果たして来季こそは巻き返しなるだろうか。構成。 ザダイジェスト編集部ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。